皆さんこんにちは、こまぽかです。今回ですね、久々のガジェット解説動画ということで、今回のガジェット解説動画はね、プレイ動画を見ながらここでスキル使った方がいいよとか、あとね、この時何を考えてプレイしてるかとかね、そういうのをね、実況しながら解説していけたらなと思います。ではね、解説に行く前に、まずはね、簡単にガジェットのね、プレイするときに気をつけていることを説明したいと思います。ではもうね、高速でね、説明していくので、一時停止必須です。ガジェットをプレイしているときに気をつけていることは、ツムを早く消す、そしてフィーバーが終わったらすぐにスキル発動できるようにしておくこと、それとスキル繰り越しをすること、あとスキルを発動するときはツムが振り切ってから使うことです。それとね、よくね、スキル繰り越しをね、意識しすぎて、盤面にツムが降ってきていないのにスキル繰り越しのせいで、スキルを使ってしまう人がいるので、はい、スキル繰り越しよりもスキルを使うタイミングの方をね、優先させましょう。またね、スキル繰り越しとかボムキャンセルのね、単語がわからない方はこちらをご覧ください。それでは解説していきたいと思います。ガジェット御用アイテムのみですね。平均コイン所得数は3600コインぐらいですね。で、ちょうどこの動画がね、3600コインだったので、この動画を採用しました。上振れた時4000枚ぐらいいきますね。そしてね、ここでスキル繰り越しをしてから、そして25消費していく。そしてタイムボムを狙っていく。で、タイムボム出る。めちゃめちゃいいですね。で、ここはスキル繰り越しですね。で、フィーバーが終わった後すぐにね、またフィーバーに入れるようにする。で、ここはね、スキル繰り越しよりもスキルを優先させたという感じですね。で、繋いでって、ここスキル繰り越しできそうですね。けど、スキル優先していく。27。で、これフィーバー早くインするためにボムは残してますけど、ちょっと失敗してますね。で、スキルをちゃんと場面上が折り切ってる状態で使っていくと28消去。で、ここでスキル繰り越ししていく。場面上のツムも折り切っている。そしてまた使っていく。場面上のツム折り切っている25消去。で、このタイミングでスキル使っていく。フィーバーが残り少ないのであまりおすすめはしないですけど、すぐにスキルが溜まったのでね。まあこれは良しという感じですね。けど場面上のツムが振り切ってなかったので、消去数は減ったという感じですね。で、今回は消去数安定している。で、またフィーバーが終わって、すぐで使ってフィーバーインしていく。スキル使っていく。そして、あ、これあんまり場面上のツム折り切ってないですね。ちょっと消去数が減りましたね。で、ここはちょっとね、スキル使うのを待ってますね。で、フィーバーが終わった瞬間使う。はい、28消去で、今ちょっとね、11消去でタイムボムを狙いに行きましたね、多分。で、ここで残りフィーバーの時間少ないけどスキル使うんですけど、まあボムが2つあるのでね、まっすぐフィーバーイン入れるでしょうっていうね、見込みですね。違いました。普通にスキル使ってフィーバーインしていく。ってことはミスってますね、ちょっと。で、これはちゃんと振り切ってから30消去。で、また振り切ってから使ってる27消去。安定してますね。27消去以上してると安定してますね。で、ここギリギリフィーバーインできていくっていう感じですね、ガジェットは。はい、よかったらね、わからないことあったら何でもコメントしてってください。ということで、今日の動画はね、終わりたいと思います。バイバイ。3639コインということで。